の世界というのを話させてください。昔ですね、こういった子供いましたね。高校生でしたけど、老人のような役立たずは早く死んでしまえばいい。この時私はまだ30代じゃなかったかと思うんですね。あの年齢的に30代の初めあるように語ったと思いますね、といった高校生がいた。そこで私が、君だって老人になるんだよと言うと、僕は人には迷惑はかけないと、それにそれまでにうんとお金を稼いでおくからいいと、こう言いましたね。でその時私もまあ30歳初めの頃ですから、その高校生とそれほど年齢は違わないという立場にあったわけで、それほど強くてますか、まあ身勝手なところあったんですけども、強く抵抗は感じませんでした。うん、老人の役立たずは早く死ねばいいのか、そう、しかしそれはちょっとその発言には問題があるんじゃないかなと思った程度で終わったんですね。しかし今思いますと、老人のような役立たずは早く死んでしまえばいいという問題は非常に難しい問題というか、自分がその老人に、まあ、61歳でその世界に入ったわけですけども、まあ、しかし自分統計的にはですよ、自分が老人だというふうに自覚するのは75歳だそうですね、日本人の場合。まあ、それまでは自分は老人だなんて思ってる人はいないわけでしょ。私も実は老人、まあ老人の世界はまあね、定年退職の年齢が還暦の過ぎまして老人の世界に入ったわけですけども、自分は老人だなんて思ってませんけどね、まだ頑張るぞっていう気は十分ありますのでね。でまだおかげさまで健康ですからね。それで私が彼にですね、君は親の面倒を見ないのかと聞くと、こう言った。それだけのお金を残してくれるなら面倒を見ると。親の恩も遺産次第というわけだが、今こういう若者が増えていると。1997年、ちょうど12年前ですね。ちょっと古い資料でごめんなさい。総理府が当時のね、成人式を迎えた若者を対象にこんな意識調査をした。親の老後の面倒をあなたは見るか、それに対してどんなことをしてでも見ると答えた若者は、日本人の場合ですね、たったの 19%。 この数字がいかに低いかは、例えばアメリカの若者の60数%、さらに東南アジアの若者の80から90%という数字で比較してみても分かると。これは驚きですね。しかもですね、この数字はその3年前、94年の数字よりも4ポイントも下がってるんですね。このことからも分かるように、日本の若者たちが、まあ、一概にそう決めつけてはいけませんかもしれませんけども、ドラ息子ドラ娘化しているということは進行しているわけですね。そしてこの時についでに、まあ、本には書きませんでしたけど、経済的に余裕があるなら見るというふうに日本人の子供は多くは考えているんですね。ところが今ね、経済的に余裕のある世代というのはほとんどないですね。もうみんなピーピーです。20代も30代もまあピーピーですね。もう結局それはなぜかと言いますと、皆さん目いっぱいの生活をしてしまうもんですからね。昔のようにこう足りないという部分でその満足するということがもうできないんですね。ですからもう結婚と同時に車はある、住むところはきちんとしている、冷蔵庫はある、クーラー付きであるというような、その全てもう揃ってるっていうのが前提で生活を始めるんですね。これじゃあね、生活に余裕が生まれるわけはないわけですね。もう目いっぱいの生活してますから。で私たちはどうだったかって、まあ、私たちの世代がいいわけじゃありませんけども、やっぱりこのボットン便所から推薦便所になった時の喜びありましたね。嬉しかったですね。で初めて中古の車 K を買ったんですけども、ホンダの N360 でしたかねを買ったんですね。水色の、今でも水色の車乗ってますけどね。そういえばシャツも水色ですね。私水色系がやっぱ好きなんですね。まあいいんですけども、車を買った時の喜びっていうのはやっぱりあるわけです。まあ、そういう喜びを徐々にこう積み重ねてきた世代なんですね。ところが今はもうスタートラインからもう目いっぱいの生活をしますから、20代の人は20代で、30代の人は30代で目いっぱいの生活をするもんですから、余裕がないわけですね。ですから、ね、経済的に余裕があれば親の面倒を見るなんていうことはイコール親の面倒は見ないということですね。それが 19% という、今もっと下がってるんじゃないかと思いますよ。さらに日本では少子化の波を受けて、親たちはますます子供に手をかけるんだ。これは逆に親の方は子供に手をかけるんですね。金もかける。今東京などの都会へ大学生を一人出すと、毎月の仕送り額だけでも平均27万円。これは当時の調査結果ですね。平均27万円かかるんですよ。だからこの額は平均的サラリーマンの年収、その当時の
平均的なサラリーマンの年収1500万円の 3割強なんですね。2人ですと6割になってしまうんです。だからどこの家でも子供が大学行くようになると、親母親パートに出て働くようになるわけです。昔は親ね、子供育ち盛り貧乏、親貧乏盛りと言いましたけど、今はね、子供大学生、親貧乏盛りと言うんですよ。それに、それこそ爪に火を灯すような生活を強いられるが、肝心の大学生は大学生とは名ばかり、大学という巨大な遊園地で遊びまくっていると。まあ一生懸命アルバイトやることもいますよ。でも大抵はですね、遊興費、稼ぎのためにアルバイトしてるんですね。そして大学という巨大な遊園地で遊びまくって、これはまあ12年ぐらい前は遊園地論が言われましたね。まあ、しかし今最近は国立大学系を中心にして結構授業が厳しくなってきましたから、あんまり遊んでるわけにいかないんだということはよく聞きますね。その当時の反省から生まれたんじゃないかと思います。当時はとにかくまあたくさん学生入れて学費だけ落とさせて、そしてまあトコレテンっていうかですかね、もうどん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 卒業させていくっていうのがまあ大学の経営方針の一つじゃなかったんでしょうか。先日も京都に住む自分の息子の生活を見て驚いた母親がいた。春先だったというが、一日中電気ストーブはつけっぱなし、毎月の電話代だけでも数万円も使っていたっていうんですね。今はまあもっと安く方法ができたらできるようになったんですけど、当時は携帯電話結構値段高かったですからね。携帯電話の電話料って結構大変だったんですよ。でもちろん子供たちにも言い分はあるわけです。でまあこれは私経験したんですけどね、ある女の子が、女子高校生がこう言ったですね、幼児の時から勉強勉強と言われてきた、何を今更っていうわけです。まあ、なるほどなと思いましたね。子供にしてみればですね、もう子供の時から勉強しなさい勉強しなさい、テストの点は何点だった、そんなことばっかり言われてきたんだからね、大学入った時ぐらいもゴールしたんだから、まあ、ゆっくり遊ばせてくれというまあ言い分なんですね。だから中にはですね、親のために大学行ってやるというふうに言う子供もいるんですよ。いたんですよ。お前どうして大学行くんだって言ったら、親のために行ってやるんだって。今、行きたい大学でしたい勉強できる高校生は 10% もいないのではないか。有名な、浜松市内でも有名な進学高校でも 20% という数字が出てきてますね。目的を持って大学入って、そしてその目的を達成するために勉強するんだということは、だいたい 20% というふうに見てますね。大半の高校生は行ける大学の入れる大学ですね。入れる大学の入れる学部という観点で大学を選んでいると。しかもブランドだけで大学を選ぶ傾向が強いですね。だからますます遊ぶんです。年に数日講義出ただけで卒業できたという学生もいたと。これは新聞投書で出てましたね、当時。僕は年に数日か、大学出ただけで卒業できましたっていうね。すごい学生ですね。こういう話を幼児を持つ親たちにの懇談会の席でしたら、これはまた難しいところですね。今から12年前ですけども、ある母親はこう言った。先生、私たち夫婦がそのドラ息子ドラ娘です。どうしたらいいでしょうかと。私の話はすでに一世代昔の話というわけである。私が呆れていると、その母親はさらにこう言った。今でも毎月実家から生活費の援助を受けていますと。子供のお稽古塾の費用だけでも月に4万円もかかりますと。しかし今こういう親を誰が笑うことができるだろうかということなんですね。笑いませんね。まあその高度成長期もですね、経済がガーッとこう上がっていく、あの時もう飽食と贅沢の中で育った世代が今のその当時の親、さらにその今それから12年経ってますから、まあ今頃のお父さんお母さんっていうのはバブルの経済が崩壊して、なんて言いますか、日本も大変苦労した時代に、まあ少年少女期を送ってますから、それにまた別の考え方してるのかもしれませんけれども、まあ当時のお父さんお母さんっていうのは、本当に飽食と贅沢の中で育った人なんですね。で、ついでに言いますと、当時、親から大学の支出額は平均で年319万円。月に平均直すと約 26.6 万円。毎月の仕送り額が平均約12万円。そのうち生活費が6万5千円。大学生を抱える親の平均年収は1500万円。1005万円。約1000万円ですね。自宅外進学の通学の場合、親の 27% が借金をし、平均借金額は182万円。これは1999年、東京地区私立大学教職員組合連合調査。連合調査。というところが、